おはようございます、りょうです。ですね、僕はですね、基本的に起きようと思ったらその時間に自由に起きれるんで、寝坊とかそういうの無縁なんですよ。もう高校1年生で哲也と出会ってから、ここまで僕は哲也くんの起きる時間を待つ時間がもう何百時間と超えてるんですよね、まあ、毎回なんで。それで今日はこのホテルのロビーに10時に集合なんで、今日みんなどうせ朝まで飲んでたんで僕以外来ないと思うんで、哲也くんはですね、時間通りに今から起こしに行って、時間通りに10時に来させて、僕と同じように待つ時間を体験していただきたいと思います。はいはい、それでは哲也くんを起こしに行きたいと思います。基本的に哲也くんはもう花から起きるのを諦めてるんでね、こうやってオートロックでも半開きにしておいてくれるんですよ。朝だよ。出た出た。朝は毎日出るんだよ。起きて、起きて。おはよう。おはようございます。15分早めに起こしに来たからシャワー浴びて。天才がおる。哲也くん、あと5分だよ。時間に間に合わなきゃ、早く早く、早く早く行くよ。どう、え、はい、早く早く早く。なんと虫眼鏡くんと犬丸くんはちゃんと間に合ってます。さすがですね。はい、見事。これすごいよね。10時に4人いる。トシミツは、まあホテルも違うことだし、2億%遅刻するじゃないですか。で、芝生も雑魚だから2億%遅刻するじゃないですか。あいつは昨日早く解散したせいで、逆に LINE を見てないっていう。あるね、それも。今頃起きたんじゃないですかね。とりあえず5分経ちましたね。まあ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 、それは経ちますよね。はい、当然。芝生とトシミツ、トシミツに電話してみようか。じゃあ、まず芝生から。はい、これやばいな。こっから来るまでの時間がまたさらに生まれる。終わり。すさみ。無念祐介。次、トシミツ。じゃあ、トシ君。一回寝よっか。チェックインする。もうこういうことなんですよ。こういうことですね。どうですか、自分の時間を削ってちゃんと集合時間に来たのに、この待たされる気持ち。おー、こっちか、すげえ。今日は、実は斬新。いや、そもそも最初からこういうサブちゃんです。なるほどね。徹夜に集合時間を守らせて、待たせてみようっていう。どうですか、こっち側の気持ち。なるほど、あ、でも、あ、まあ、正直ね、まだ5分、まだ嫌ではない。まだ大丈夫だよね。徹夜結構優しいところあるからね。そう、でも自分にも甘いから、人にも甘いんだよ。そう、本当に座右の銘は人に優しく、自分にもっと優しくとりあえず人にまだ優しい段階ですね、今は。待たせてみますか、じゃあ。まあまあ、はい、15分、20分弱、うん、落とさたないですね。落とさたないですね。今コンビニ出たんだけどさ、うん、何がビビったってコンビニにいる時にアラームが鳴りやがった。ねえ、こういうことですよね。どういうことどういうことなのか分かんないんだよ。だってコンビニ行って時にアラームになって10時11分とかになったのよ、うん、ああこういうとこだな。どういうとこ。 iPhone すら徹夜になってるんだ。なるほどな。こりゃそうだわ。コンビニに行くっていうアラームかもしれない。ありがとうと言いたい。それにしてもね、連絡取れないってやばくない？ね、知らないもんね、現在地を。そう、合流できない。いい大人の時間が奪われていってる。よくないな。そう、これよくないんだよ。よくないことだな。そうなんだよ、よくないんだよ。ただやっぱりな、気づきですか。無駄に待つのはよくないな。なんかしてみよう。そうだね、じゃあ俺らだけでなんか行動してみようか。外出たらね、どうしても撮影する約束してたじゃん。そうね、どうしようね。腹減ったんだよな。モーニング行くか。行こう。よし。なんと起きましたね、たった今。1時間遅れの起床ということで、ご飯を食べております。はい、どうしましょうかね。とんでもないですね。じゃあこの飯食いながらね、4人で話し合ってこっからの行動を決めたんですよね。その結果、これ帰りゃよくねってなりました。東京動画撮れ。岡崎にないとダメだ。岡崎帰りて。ただね、せっかく東京来たんでね。そう、服だけ買わないとまずいんですよ。それまずい。あ、出た。もしもし。今は飯を食っている。どこで？品川。品川はどこで食ってる？飯、飯は。え、これか。あ、
とりあえず合流する感じだね、うん、まあ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 例のごめんというかですよね今のとこ気配はなかったね LINE 見てなかったから LINE 見てないで LINE 見てないとしても11時集合だから遅すぎるんだよね今もう11時過ぎてるからそっかじゃあしょうがないねをもう、ま、が来るのを分かりきってる言い方だったわけですでも11時に向こうのホテルを出たんですよ遅いんだ遅いんだよすげえ遅い来ましたよ今何時ですか11時32分どうだった今日は松川の気持ちまあ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 いいものではないですねもちろんねそれはそれはもちろん待たしてるからそうそうそのために清水さんは今日ちゃんとしていただいて今のああまあ見たじゃあ今日俺のせいじゃねえやもうかていうか普通にマジで携帯見てなかったからでも11時集合ねって昨日の夜には言ってるよねうん、うん、11時に出てきたいやいや、今もう11時過ぎてるしょうがねえやん、じゃんけんしてるからしょうがねえってごめんとは思ってるああ、やべえなってあだからしょうがないそうか徹夜風に言うならそれは仕方ねえ普通に遅刻って なぜうざいかというと大事なことができなくなるからなんですよ楽しいことができなくなるだから今この遅刻のせいで楽しいことができなくなったら怒るけど今から楽しくなんでもええそういうことだ楽しきゃいいリーダーの器遊ぼうぜ服買いに行くぞバカえ卒業